本日のゲスト、シンガーソングライターのゆりかさんです。よろしくお願いします。ゆりかです。よろしくお願いします。おはようって笑って始めよう。いい日になる予感。今夜のゲストはシンガーソングライターのゆりかさん。昨年秋、朝の情報番組おはよう朝日ですの新しいテーマ曲を決めるおはワングランプリで見事グランプリに輝いたシンデレラガール。番組のオープニングで毎朝流れるこの曲、眩しい朝日に聞き覚えのある方も多いのではないでしょうか。やっぱりあの出だしにあの曲が流れるとスタジオのテンションめっちゃ上がるんですよ。そうなんですか。すごいやっぱ爽やかな空気で、あそこでスイッチ入るというか。嬉しいです。あの曲が世に流れるようになってから、はい、周りの反応とかいかがですか。おはワングランプリっていうそのテーマ曲を決めるオーディションに参加させていただいてて、その過程もファンの人とか皆さんを巻き込んでの審査とかだったんですけど、その時点でも選ばれてほしいってたくさん応援してもらって、決まったっていう時点でもめっちゃ友達とか家族とかアーティスト仲間とかいろんな人に喜んでもらいました。はい、神戸で生まれ育ち、子供の頃から音楽が大好きだったゆりかさん。学生時代にミュージシャンになることを決意。以来さまざまな活動を行う中でおはワングランプリを知り、この曲「眩しい朝日」で応募したんだそうです。これはおはよう朝日ですをイメージして書いてくださった。そうですね、おはさでほんまに流れてることをもうイメージしながら、それを一番に思い浮かべて書きました。おはさで流れることをイメージして曲を作るとき、どんなところにこだわったんですか。キャッチーで耳に残るプラスインパクトがあって、はい、でなんか疾走感と爽やかさとポップをイメージしました。あ、てんこ盛りで。てんこ盛りですね。はい、はい、てんこ盛りで。もう初めて聞いた時でも見えました、はい、あのあオープニングで街の映像から、はい、あのロゴがポンポンポンって出てきて、はい、おはようってあの見事に重なる瞬間。あ、嬉しいです。すごくイメージできました。ありがとうございます。おはーさはご覧になってて。あ、見てました、見てました。どんな番組ってイメージなんですか。なんかでも結構そのめっちゃ関西のことばっかりをその、はい、上げてくれるから、めっちゃあその例えば大阪のショッピングモールに今はこんなんがありますとか、めっちゃ身近な情報なんで、あ、じゃあ行ってみようみたいなのあるたりとか、あとエレクトーンとか、はい、普段他のニュースではなかったりとか、はい、うさぎがね、起きたくん、うさぎって言ってすいません。いやいや正解ですよ。ちょっとね、すいません、起きたくんがいたりだとか。大ベテランですけどね。いや、ほんまにすいません。くん言ってあの起田さんがいたりとかして、はい、なんか面白いニュース番組ってちょっと怖かったりするイメージあるじゃないですか。あの、はい、だけどそのおはさは、うん、もう明るい気持ちで見れるっていうイメージです、はい、もちろんねシリアスなニュースとかもお伝えすることありますけ ど、その合間に絶対うさぎちゃんが映ってくれますから、うん、そうです。あ、沖田くん。すいません。めちゃくちゃ見てくれてますね。沖田くん、はい、見てます、はい、今ゆりかさん YouTube でもチャンネル開かれてるじゃないですか、はい、そこでいろんな曲聴かせてもらったんですけど、はいはい、眩しい朝日はねこうもちろん爽やかな、はい、歌ですけど、結構歌詞とかの世界観の中には本当に辛い思いをした人の気持ちが現れてる言葉であったりとか、はいはい、あ、決してこうキラキラした日向の道だけを歩いてきたわけじゃないのかなって思います。はい、そうですね、確かにその19とかそれぐらいから専門学校を始めて、あの音楽を目指すってなった時にその、まあ、結構いろんな壁とか、なんやろな、なかなかうまくいかへんことやったりとか、人とぶつかることも多かったりとか、でもその中でやっぱ音楽やりたいなとか思って、うん、でも主に多分私がなんか苦しんだりするのって夢に向かってる途中でなんかそういう思いになったりするくて、だから私の人生を曲にしているっていう感じですね。あ、はい、あの今は本当に大変なご時世と言われてますけど、はい、歌手としてどういうふうに活動してらっしゃるんですか。この自粛期間になったりしてちょっとライブが制限されだしてからは、その大阪府のガイドラインに沿った人数限定プラス配信の有観客ライブっていうのをライブハウスでやったりとか、それと並行して自分の家からその配信ライブ
アプリで配信したりとか、なんか SNS に動画アップしたりとかが増えました。だからもう楽器弾いて歌うだけじゃなくて、うん、いろんなものを使いこなしてそうですね、その配信をもちろんさっきアプリって言ったんで、アプリやったら携帯でできるんですけど、より良いなんかその音とかその映像ってなったらパソコンとかそのなんか機械、専用の機械とかカメラとかいるくて、パソコンとか機械とかマイクとか買ってすごい出費になりました。いや、大変ですね。それすごい出費になって、でもまだ使いこなせてないんですよ。もったいない。からのミュージシャンは YouTuber のスキルも持ってないと厳しくなるんです。音もこだわりたいですよね。そうですね、配信するときにはまだ使いこなせてないです。やっぱりライブしたいですか。ライブしたいですね。普通にライブがしたいです、はい、そうですよね。今年の3月1日月曜日にですね、心斎橋にあるビッグキャットという会場でワンマンライブが決定します。おめでとうございます。ありがとうございます。もうこの、はよ朝日ですのテーマ曲に決まったことも含めて、どんどん私自身が大きくなっていくぞっていうことを含めて、ちょっとタイトルをね、はい、お母さんさんにも許可いただいて、ゆりか巨大化計画眩しい未来ですっていうタイトルになってます。そもそもお母さんの方で、はい、おきたくん巨大化計画っていう、あ、そうなんです、それからもじらせていただきまして、もその乗っかっていただいたんですか。嬉しいです、はい、お邪魔します。いやいやいや、ありがたいです。ありがとうございます。ぜひね、眩しい朝日聞いて、ゆりかさんってどんな人なんやろうって気になった方は、はい、もういろんな素晴らしい曲があるっていうのをぜひワンマンでね、ぜひ見てほしいです。遊びに来てください。堪能してください。はい。そしてライブと言いますと、はい、もう一つスタンドアップミュージックライブへのご出演が決まっております、はい、ありがとうございます。そうです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ当日一応現時点では私がステージ MC させていただく予定なんですけれども、はい、スタンドアップミュージックライブは緊急事態宣言を受け夜8時までに終演するため、開演時間の変更並びに北村アナによる MC も取りやめとなります。詳細はホームページをご確認ください。そしてそんな中、出演いただける皆さんからスペシャルメッセージが届いています。スタンドアップをご覧の皆さん、こんばんは、大御所です。大阪から全国へ、今注目の3ピースバンド、おこじょ。節分の日じゃないかの次の日、次の日か、はい、服をお家にした次の日、はい、そのうちに秘めた服を解き放てるようなライブをしたいと思います、はい、スタンドアップをご覧の皆さん、こんばんは、おさげです。続いては東京下北沢で結成されたおさげ。楽しみでしょうがない、久々のライブ、力強いね、なんかもうね、やってやりますよということで、久々のライブハウスということで、だんだん盛り上がっていければなと思っております。スタンドアップをご覧の皆さん、こんばんは、シャーロックです。大阪を中心に活動するシャーロック、一番熱いライブします。シャース、シャース、今回大阪での開催ということで、大阪は僕らのホームで、ホームでもあるので、まあ、いつも来てくれるお客さんとかもすごいみんな温かくて大好きです。さらにリグレットガールの出演も楽しみなスタンドアップミュージックライブ、開催は2月4日木曜日です。これ弾き語りで参加されるんですか。あ、この日は、はい、他の出演者さんもバンドだったので、自分もバンドで出たいなと思ってフルバンド編成でスペシャルにお届けします。より豪華な演奏で。そうですね、もうめちゃめちゃかっこいいので、はい、ぜひみんなに見てほしいです。あ、楽しみです、はい、フェス形式という、はい、いろんなアーティストが一つの舞台に集結するっていうのは、はい、やっぱりこの1年見る側も早く見たい、はい、早くやってほしいっていう思いは抱えてたでしょうし、出る側の人もそういう舞台に立ちたいっていう思いあったんじゃないですか。そうですね、もう早くライブをしたいし、うん、すごくずっと楽しみにしてました。はい、はい、きっと素晴らしいステージになると思います。非常に楽しみにしております。はい、頑張ります。皆さんもぜひ足をお運びください。ぜひです、よろしくお願いします、はい、本日のゲスト、シンガーソングライターのゆりかさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。